この度1998年に出版されたプロフェッショナルサッカーが電子書籍化することになりました。この本に関しては選手もスタッフも読んだ方がいいっていう、より読んだ方がいいっていう思うような本です。そういう考え方がこういうふうにして生まれたんだなっていうこともすごく読んでて感じる部分です。この本は97年に風間八宏代表が引退した後の98年に出版されたものです。今回これが電子書籍化されることになりました。で、いろんな本を風間代表出されてるんですけれども、まあ自分もいろいろ読んでいく中でこの本に関してはすごく、選手もスタッフも読んだ方がいいっていう、より読んだ方がいいっていう思うような本です。で、一番は選手目線で書かれてるところが強くて、まあ、97年に引退して98年に出したっていう時に、まあ、それまでに風間さんがどういうふうにサッカーと出会って、それからプロとして活動してきたかっていう思いがかなり詰まっている本になります。まあ、風間さんってもともと今指導をされててもそうですけれど もう基本的にやはりサッカーは選手が楽しんでやるもの、選手が望んでやるものだっていうところが変わらないんですけれども、それが、まあ、選手を終わりたての時に書いているので、なおのことその目線がすごく強く書かれています。いろんな本書籍出されてますけれども、自分なんかは特にこの本を読んですごくワクワクして、すごくいろんなことに挑戦してみたいんだっていうことを思いました。まあ、これトライアムっていうこの身内だから言うとちょっと宣伝っぽく聞こえますけれども、でも本当にいろんな人が読んだらすごく熱くなって、またいろんなことに挑戦してみたいという思う本なんじゃないかと思っています。で、その中でも特にですね、4つちょっと印象に残ったところを今日は言わせていただければと思います。1つ目は、風間さんの家庭環境、幼い頃の家庭環境が書かれているのが、この電子ではちょっと何ページかわからないんですけども、こっちの書籍だと45ページあたりから書かれています。風間さんの家庭環境ってどういうものだったのかっていうところが書かれているんですけれども、なかなか壮絶です。特に小さい頃に、風間さんがこういうことを経験されているから、今のこの、よくブレないとかって言われてますけれども、私たちと仕事をしててもそうですけれども、本当にいろんなアクシデントに、強いというか、それを楽しんでしまうような風間さんにつながっているエピソードがあるんじゃないかというふうに思います。それがですね、そういう家庭環境を経てこうサッカーを続けていくんですけれども、ドイツで風間さんがプロになった時、これ2つ目のところですね、91ページのところですね、いよいよドイツでサッカーができるという項目があるんですけれども、ここにもつながっている部分かと思います。ちょっと想像してみてほしいんですけれども、当時ですね、今だったら世界中はこうインターネットでつながって、サッカーの代理人さんとかいろんな人がいて、こう海外移籍っていうものが身近なイメージになってますけれども、当時はそうじゃありませんでした。特に、本を読む限りです、私たちがちっちゃい頃ですねは日本でこうプロがあったわけじゃないので、なかなかそこのところに対してこう海外でプロで挑戦しようっていう人がいない中で、風間さんは、さっき言ったみたいに家庭環境とかを含めて、裕福じゃない中だったんで、裕福じゃない中で生活されたと思うんですけれども、日本にいれば、安定でお金ももらえて、でいろんなこうサッカーのチーム、企業ですねのチームから声かかっている中で、何にも保証がない中ドイツに挑戦をしに行くというところが書かれています。ここあたりもなかなか今の私たちじゃ考えられないことかもしれないですけれども、すごく読んでみて感動もしますし、あとそれだけの思いで活動し、挑戦したっていうことがよくわかるページです。ちょっとここら辺読んでいくと結構僕らも知っているような方々の名前出てきます。今日本サッカー協会の会長されている田島さんとか、あとはデッドマール・クラマーさんって日本サッカーの父って呼ばれるような人なんですけれども、その方々がそのエピソードの中で出てくるんですね。で、それを知った時に、読んだ時に、あ、そういうふうな形で挑戦したんだということが分かりました。で、特にセレクション
っていうわけじゃなくて、いきなりこう練習に参加して初日で契約を勝ち取る話があるんですけれども、これは今の選手たちも読んだらすごくびっくりすることなんじゃないかなというふうに思います。それから3つ目の項目なんですけれども、143ページですね。まずね、見出しがプロは仲良しではないというタイトルなんです。まあ私たちスタッフもこうトラムのスタッフもプロを経験してないスタッフも多いですし、プロってどういうところなのかなっていうのがここの項目を読んでいくとすごくわかります。すごく華々しいこう世界ですけれども、どれだけ厳しいものなのかということがわかるような内容になっています。それから4つ目の項目は、ドイツでその厳しさを学んだ風間さんが日本に帰ってきて、マツダ、今のサンフレッチェ広島をこう日本一にするまでのことが書かれています。でこちらもちょっとつながるんですけれども、187ページの見出しですね。謝る前にしっかりプレーしろ。すごく厳しいように書かれていますけれども、さっきこうドイツで、さっき伝えたようにドイツでこう学んできて帰ってきた風間さんが、やはりどういうふうに日本で感じて、でそれをこう、まあ、立て直すんじゃないね、チームをこうどん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 良くしていくような内容が書かれています。これも読むとすごく刺激になるし、自分たちもどんどん調整したいっていうような感覚になるんじゃないかなと思います。なんかこうトライムの活動しててもそうですけれども、風間さんってこう出来上がったところとかこう有名なところとかっていうのがすごいっていうふうに思わないって言ったらちょっと誤解を生むかもしれないですけれども、そういう目で見てないんですよね。やはり自分が行ってそこで何ができるかっていうことが一番大事だっていうふうに、まあ、私たちスタッフにもこういつも教えてくださるんですけれども、そういう考え方がこういうふうにして生まれたんだなっていうこともすごく読んでて感じる部分です。トライアムのスタッフみんなでこういろんな話をするんですけれども、私たちもこれで読んだ方がいいなというふうにみんなで思ってますし、今回風間さんがこれを我々に宣伝しろと言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、最初に申し上げた通り、ぜひいろんな人に読んでもらえればもうワクワクするんじゃないかなというふうに思っています。 Amazon で購入可能ですので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。